バーチャルeゲーマーです。夏なので笛ラムネを買いました。先日、ついに笛ラムネロボを引き当てたので、まあ欲望は満たせたんですけど。それはそれとして、こう。開けたいから。おもちゃの箱。この、一枚箱から一枚おもちゃが出てくるの、他にない高揚感があるんだよな。今回はすべて男の子用です。なんか、適当に掴んだらそうなってた。銀色の箱が、笛ラムネロボが出てくるかもしれない箱で。それ以外は、普通のやつです。笛ラムネロボ、欲しいなぁ。開けるぞ。これは、何らかの恐竜だ。首と尻尾が、にゃっとしとる。ブラキオサウルスかな。二箱目。なんだ？おやおや、え。キャー、トカゲ人間。裏表がある？キャー、三箱目、行くぜ。え。トカゲ人間2。ポーズが楽しそうだ。一周回ってめちゃいいやつだな。羽タイプの方、台座の株が出っ張ってるから、綺麗に自立しない。でも可愛い、4箱目。これは、働く車だ。台座の裏にもレリーフが、ここから笛ラムネロボゾーンです。ああ。楽しい、ラストワン。でかいぞ。え。なんだこれは。あ、頭ドリルと影怪人。良すぎる。かなりいいな。ラムネさえパクパク食べられたら。毎日買うんだけどな。この競技、なかなかお目にかかれないチープさが。染みるんだよな、なんだか。ずらーっと並べたくなる。男の子だよな。今回はなんか、謎怪人が多めに出てきて。これ、初めて見たけどいいですね。落書きみたいなデザインなのが、また。なりたいかも。バーチャルeゲーマーも、このくらいのフィギュアに。どうにかならないかな。そういう感じで、ほのぼの笛ラムネ開封動画でした。皆さんも笛ラムネを開封しまくって、よくわからない怪人を、ずらーと並べよう。バイバイ、うすー。